も、床山子です。床山子の映画100本ノック64本目の映画はこちら、スターウォーズエピソード4、新たなる希望ということで、この作品について紹介していきます。私はね、実はエピソード9、スカイウォーカーの夜明けだけを映画館で見てしまっていて、で、他の作品はね、きちんと見たことがなかったので、これを機に勉強しようと思いまして、まずは公開順にエピソード4から見てみることにしました。で、あらすじとしては、帝国が支配する宇宙で、反乱軍のレイヤ姫が帝国の要塞の設計図をロボットの R2D2 に託します。敵から逃れた R2D2 がたどり着いた惑星で、青年ルーク・スカイウォーカーに出会い、物語が展開していくというお話です。で、感想としては、最初のね、字幕の時点で、帝国とか反乱軍とか、もう全然わからなくて、これもしかして私置いていかれているっていうか、これエピソード1から見るべきだったのかなとかって、なんか改めてすごい焦っちゃったんですけど、だんだんとね、展開に追いつくことができたし、世界観にね、ガッと引き込まれていってすごいなと思いました。で、壮大な物語なのにいつの間にかちゃんと理解できていたし、しかもね、 SF でアクションもあって、人間ドラマやロボットドラマもあって、すごく楽しい時間を過ごすことができました。これ作られたのが1977年、実に43年前の作品なんですが、十分に楽しめるなと思いました。これ確実に後の SF 作品たちに影響を与えてるなっていうのを感じたりもしましたし、超かっこいいシーン結構ありました。そしてそもそもね、この物語がエピソード4っていうのがすごいなと思いました。この物語の前にもいろんなお話があって、その後もいろいろ展開していくっていうのがすごく楽しみになりました。頭をね、ちょっと整理しなきゃなとかって思ったりして、この感じがすごく新鮮だなと思いました。でね、私はキャラクターがどんどん好きになっていって、特に好きだったのはハンソロですね。はい、ということで今回の評価は星 3.8、続きを見るのがとっても楽しみです。はい、ということで、前半の部分ではあらすじと感想をお話ししてきたんですけど、いやー、結構ね、対策に挑むぞって感じで身構えてみたんですけど、すごくこう身構えて見るというよりは結構サクッと見れたような感覚があって、壮大な物語のはずなんですけど、しっかりと、分かりやすく理解できたんじゃないかなと思います。ただね、続きがあるっていうこともあって、やっぱり分からないところとか余白の部分が結構あってね、この余白こそがね、かなりワクワクする要素になってるなというふうに感じたりもしました。で、それからね、やっぱり私は今までスターウォーズ、見たことないじゃないんだけど、小さい頃に多分父の横とかで、断片的にね、見た記憶がね、少しずつ蘇ってきたりもして、ここ知ってるかもって思ったり、このキャラクター知ってるって思ったりとかっていうところは結構あったかなと。で、最新作を見ちゃってはいるんですけど、ただね、最新作全然内容は理解できないところいっぱいあったので、そんなにこれが障害になることはなかったかなと思います。で、今その最新作見た時のね、メモ書きを改めて見たら、ヒューイのことをヒョウって書いてて、なんかそれ見て一人で爆笑しちゃいました。ヒョウって誰だよって思って、はい。っていうね、無駄話なんですけど、あとはね、これ最新作を見た時にも思ったんですけど、すごく音楽がいいですよね。なんか知ってたけど、テーマソング、やっぱりテンション上がるなって思いました。あとは宇宙物っていうとね、直近にアベンジャーズ見てたこともあって、やっぱり、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをね、思い出したりまして、私は結構宇宙の話はワクワクするから好きだなとかって思ったりしました。ということでね、続きを見ていくのはすごく楽しみだなと思います。で、100本ノックの中でね、他の映画もちょっと混ざりつつかもしれないんですけど、これからスターウォーズのシリーズをね、どんどん見ていこうと思っています。はい、ということで、これからも私の100本ノック、まだまだ続いていきますので、応援していただけたら嬉しいです。少しでもね、応援するよって思ってくださった方は、高評価のボタンやチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。